どうも、バンです。今日はですね、詐欺サイトについて、動画で解説させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。突然でちょっといきなりで恐縮なんですけれども、まず特徴をね、いくつか並べてみました。というのも、僕がですね、最近買おうとした商品があって、その商品を検索していて、自分自身もね、あ、これちょっとええんちゃう、このサイトで買うのというふうに思って買いかけてしまったというところですね。騙されかけたというところです。で、そのね、特徴をいくつかピックアップしてみました。この何を買おうとしてたかというと、ガーデンシュレッダー MGS1501A っていうね、商品を買おうとして検索していました。で、ちょっと前まで、Amazon でも売ってましたし、他のメジャーどころのサイト、楽天でも売ってましたし、Yahoo ショッピングでも、売っていたんですけれども、今見たら、欠品中なんですね。で、どのサイト見ても、欠品中だったんですよ。ああ、もうちょっと早く、買っとけばな、というふうに思ったんですけどもね。それはしょうがないですわ。で、他にも、もしかして、売れ残ってるとこ、商品が、どっかの店にあるかもしれないな、と思って、そういうところでもいいやと思ってね、いろいろ調べたらですね、ちょっと一番下なんですけどね、YUA 販売ショップっていうところでね、売ってました。でね、この MGS1501A ってやつは、だいたい2万円ぐらい、定価2万円ぐらいで、で、Amazon で 18,900円ぐらいで送料込みで売っている商品です。で、この YUA 販売ショップでは1万6000いくらで、で売ってたんですよ。16,500 円ぐらいだったかな。ちょっともう一回見てみようか。見ますね。16,070円ですか。で、Amazon で今欠品中なんですけれども、その金額が、現在入荷の予定は立っておりません。港ワークスっていうメーカーの商品なんですけれどもね。これが、金額載ってないんか。欠品中のやつは。だいたいね、18,500 円とかなんかそんなんでしたわ。なので、16,000 円ちょっと、安いやん、ええやんとか思って。この時点でもまだちょっとね、僕自身気づいてませんでした。この辺で、16,000 っていう時点で気づけよって言ったとこですけどね。でね、売り切れてなかったんですよ。もうここのショップには、なんかホームセンターみたいな、個人商店みたいな、ショップなんかな、たまたま在庫が1個か2個あったんかな、とかいうふうにね、勝手に想像してね。で、16,000円からええやんと思って、で、もうちょっと見てみたんですよ。そしたら、支払い手段が、銀行振込しか手段がなかったんですね。で、ああ、そうなんか、とか思って、いいや、どうせ銀行振り込みでも、別にそんな振り込み手数料は300円ぐらいなんで、いいかなと思ったんですね。で、住所を調べてみたんですよ。そしたら、ちゃんと住所を書いてましたわ。で、電話番号は書いてなかったんですね。この時点で、ん?って思ったんですけども、まだ気がつきませんでした。で、もう一つの特徴。特定商取引法に基づく表記。これ、重要ですよね。ちょっとマイクの位置が良くないか。こんなんでいいかな。これがなかったんですよ。で、それに似たようなね、表みたいなやつはあったんですね。で、その表に、連絡先ってあって、どんな風に書いてあったかって言ったら、ファックス番号だけ書いてあったんですよ。ああ、いっぱい問い合わせ来るやろうから、ファックスでしか問い合わせ受け付けてへんのかなーなんてね、勝手に想像してね。で、いいやと思ったんですよ。で、よくよく見るとですね、このね、ファックス番号が080で始まる番号だったんですよ。080-8505ほにゃららと。で、さらにおかしいのがですね、今思ったんですけども、
080で始まったからにはですね、まあ、携帯電話番号じゃないですか。で、その後の桁数が7桁しかないんですよ。あれ？これはもうこの時点でおかしいですよね。で、もうここの時点で、のこの YUA 販売ショップスペース詐欺で調べたら一発で出てきました。だからそもそもどの時点で怪しいかなって思うのがですね、いいかっていうのはまあ置いといて、でこの次のステップとしてはですね、まあ実際に買おうとね、いうふうにして住所とか、送付先とかを入力する欄がありますわ。でそこで入力したら、これ前にも僕、多分別の動画で言ったかもしれないんですけども、自動送信フォームのメールが送られてきますわ。で、そこには、銀行振込の口座が書いてあったりなかったり。で、自動送信なんで、もう一回、手動の送信が、銀行振込先だけが書いたやつがね、送信されてきたりであるとか。しますわ。でそこで、手口としてはね、これ悪用現金ですよ。で、そこで銀行振込先を、連絡して、で、お金をまず先に振り込ませて、客にね、この今回の場合ですと1万6000円ちょっとですか、振り込ませて、であとはもう商品は発送しないと。もうそもそも在庫もないでしょうね。でまあそういうとこなんですけれども、まあ、一番確実なのはネットで、詐欺サイトかどうかを調べるっていうのがまあいいかなというふうに思うんですけども、そこにまず気づくところまで、このショップ名スペース詐欺で、調べるところまでね、行かない段階で、もう銀行振り込みしてしまったとか、もう銀行振り込みしたらもう遅いですわ。でね、商品を見ていたら、だいたい1万円以上ぐらいの商品ばっかりバーっと、あるんですよ。だから、そんなもん、1000円ぐらいのね、商品をいちいち対応してたらね、詐欺屋さんもね、めんどくさいでしょうから、でね、逆に、高すぎる商品もないんですよ。例えば5万円以上の商品とかはパッと見当たらないですね。あんまり高額になると、本気になって客がね、銀行振込先とかもう徹底的に調べてくるっていう可能性があるんでね。で、例えば10万円の商品とかだったら、客が本気になるから。で、数万円ぐらい、5万円以下ぐらいだったら客が泣き寝入りすると。で、5万円以下ぐらいだったら、警察行ってもね、ああ、っていうかいうふうな感じになって、それでも警察は金額の多い少ないに関わらず調べては、もちろん被害届はね、出してはもらえるでしょうけれども、受け付けてはもらえるでしょうけれども、ここから先は僕のね、想像も入ってるんですけども、グレーの会社っていうのももしかしたらあるかもしれないですね。どういうことかって言ったら、一応、そのショップとしての体はなしている。でも、実際には発送しない。で、なんかこう、揉めてきたら、しぶしぶアマゾンかなんかどっかで、買ってですね。で、発送するとかね。で、実際には詐欺サイトとか、いう手段も、まあ考えられなくはないのかなというふうにも思いました。あと、このね、今、ここでね、ショップ名書きましたでしょ。こんなもんね、コロコロ変わりますわ、おそらく。で、クローンのサイト、要するに、コピペでね、こんなもん、ショップ名なんて、なんぼでも、作れるでしょうし、いざとなったら、あ、ここ、ちょっともう作ったけども、どうせコピペなんでね、サイト作ったけども、そろそろやばくなってきたなとかあったら、もう、バーッと消して、なんでもいいんですよ。ZUA でもいいから、もう AAA でもいいですし、まあ、そういうような、AAA はちょっと、うんって思われるかもしれないですけども、それっぽい名前 のサイトを作って、で、どんどん量産して、で、コロコロ、銀行口座も変えてですね、やれば、小口でね、数万円、5万円以下ぐらいの
金額で回せば足もねなかなかつきにくいんかなと。まあでものこんなんをやっぱり野放しにしてるようじゃやっぱりダメだとは思うんですけども、結局数万円損したところで結局それをねひっくり返してやろう、突き止めてやろうなんていうパワーの方がねはるかにでかくなるわけじゃないですか。だからそこで泣き寝入りという方が多いんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあそうならないためにもですね、この傾向、やっぱりなんだかんだ言ってネット生活は相当長いです。ネットの黎明期からネットを使い始めてきてですね、ネットの、で、物を買うというのもですね、ずっとやってきた、そういう人間でさえも、この辺までね、わからなかったんですよ。もっと早く気がつけようと売り切れてないとかね、でやっぱりね怪しいところで買わないっていうのはやっぱりの、まあ、鉄則だとは思うんですけども、そうは言ってもね実際僕の知り合いで個人商店に近いような、株式会社で、ショップネットのショップを運営されてる方も実際にはいるんですね、おられるんですね。そこと何が違うねんと。何が違うのか。やっぱり特定商取引法に基づく表記がないっていうところですね。でも、こんなもん、特定商取引法に基づく表記とかってね、サイトに書きゃいいんですよね。で、一応この YUA 販売ショップさんも、他のサイトでもここは詐欺だっていうふうに、大々的にもう、ここはもう確定ですわ。で、言われてるんで、もうこの動画でも言いますけれども、店舗責任者とか、店舗セキュリティ責任者とか、なんか取っ手つけたようなね、名前とかが、実名っぽい名前が書いてありますけど、こんなもん、どうせ、架空ですわ。で、あとは、何が違いがあるのか、さっき言ったように、連絡先の電話番号、普通電話の電話番号がないっていうところですね。で、そもそも080で始まってんのに桁数が合わない。だから、もうその時点でもうアウトですよね。で、あとは何が違うのか。所在地。所在地は僕の知り合いのちゃんとしたショップはちゃんと実在してますけれども、こっちもね、実在してるっぽい住所なんですよ。でも、実際に検索してみたらポートアイランドのど真ん中のこんなところにショップが本当にあるのかな、あってもまあおかしくはないけれども、っていうような、実際にそこにショップの痕跡、Google で、検索マップで検索したらですね、ショップの表示とかまあまあ出てくるじゃないですか。まあそれでも出てこなかったとしてもショップでやっておられるかもしれないですけどね。実際にはペーパーカンパニーで輸入ばっかりして在庫は抱えないというようなスタイルを取っておられるショップもね、もしかしたらあるかもしれないですしね。で、横流しするだけのショップだったら、まあ在庫もないでしょうしっていうようなことを考えたら、どこで見分けるのかって言ったらですね、やっぱり先人たちがもうここは詐欺にあったぞというような情報ですね、これで調べるのがまあいいのかなと。でもそこに至らない段階でやっぱり疑ってかかるというところでしょうかね。すいません、ちょっとね最後取り留めのないトークになってしまいましたけれども、くれぐれも詐欺サイトに騙されないようにと。あとはですね、クレジットカードですね、クレジットカードの情報をまあ入力してというようなね、場合もあるじゃないですか。これもっとやっぱり気をつけた方がいいですね。実際にそのクレジットカード機能を決済する能力を持っていない会社だったとしてもですね、やっぱり情報を吸い取られるわけですから、クレジットカードの情報を。で、そこで別の買い物をされたりですとかね、まあ、そんなんしたら完全に足つくやんとかいうふうに思われるかもしれないですけども、そんなもんどんどんコピペで回してねやればいいだけの話なんでね。で、あとはやっぱり銀行口座ですよね。で、銀行口座でやっぱりどうしても足がつくと思いますわ。で、
ただ、まあ、昨今言われている通りですね、あの貧困層から銀行口座だけをね売買するようなね、で そういうようなところで足のつきにくい、まあ、実質つかない銀行口座の通帳と印鑑を、ゲットしてですね、で回されてるのかなというふうにも思います。まああんまり言うとね、ちょっと悪用される懸念もあるんで、この辺で置いておきますけれども、くれぐれもご注意ください。本日の動画は以上です。ではでは。